エイコーンコンピュータ、エイコーンコンピュータ、A、エイコーンコンピューターズは1978年、イングランドのケンブリッジに設立されたコンピュータ企業。エイコーンエレクトロン、BBC マイクロ、エイコーンアーカミですといったコンピュータを開発したことで、イギリスではよく知られている。BBC マイクロは1980年代から1990年代初期にかけて、 イギリスの教育コンピュータ市場を独占したことら、アメリカのアップルとよく比較される。同社は1998年にいくつかの企業に分割されたが、リスクパーソナルコンピュータの開発などで重要な役割を果たした。かつてのエコーの各部門はそれぞれ独立して、現在も運営されており、アームホールディングスのアームプロセッサは特に世界的に有名である。 1961年7月25日、クライブ・シンクレアは電卓などの電子機器の開発、販売を行うシンクレア・レイディオニックスを創設した。1970年代になって特に LED に力を入れていたが、ブラックウォッチという LED を使ったデジタル腕時計は売れず、電卓市場が LED から LCD に移行していったことから、財政危機に陥った。シンクレアは、 イギリス国家企業庁、ネブに助けを求めた。ネブに、同社の経営権を譲り渡すと、シンクレアは、クリス・カリーを、同社から退職させ、サイエンス・オブ・ケンブリッジ、ソックを創業させた、のシンクレアリサーチ。1978年6月、ソックではカリーが開発したがっていた、マイクロコンピュータキットを開発した。カリは、さらなるマイクロコンピュータの開発を望んだが、 シンクレアはそれを認めなかった。SC-MP を使ったそのキット MK14 の開発中に、同社をたびたび訪れていたカリーの友人、ハーマンハウザーは、その製品に強く興味を惹かれていた。1978年12月5日、カリーとハウザーはマイクロコンピュータへの彼らの興味を満たすべく、ケンブリッジプロセッサーユニット LTD という企業を新たに立ち上げた。 CPU 社は、ウェールズのエースコインエキプメント社から、スロットマシン用のマイクロプロセッサーベースのコントローラの開発を委託された。当初 ACE 用コントローラも SC、MP ベースで設計されたが、すぐに MOS6502 に切り替えた。CPU 社は設計委託業務から得た収入を使って6502ベースのマイクロコンピュータシステムの開発に着手した。 1979年1月、最初の製品は、エイコーンコンピュータ、エイコーンコンピュータ LTD から発売された。設計と製品販売を別会社にすることで、リスクを分散したのである。エイコーン、どんぐりのいという名称は、マイクロコンピュータが今後大きく成長する子を期待して名付けられた。また、電話帳で、アップルよりも前になるという点も考慮された。 この頃、CPU 社とアンディ・ホッパーは、彼の学位論文の成果である、ケンブリッジリングというネットワークシステムを商業化すべくオービス LTD を立ち上げたが、ケンブリッジ大学コンピュータ研究所との関係を強化したい CPU 社は彼を CPU 社のディレクターとして雇い入れた。CPU 社はオービスを買い取り、ホッパーの所有するオービス株は CPU 社の株と交換れた。 エイコーンのブランドとしての成長とともに CPU 社の役割は変化していき、まもなく CPU 社は単なる持ち株会社となって、エイコーンが開発も行うようになった。カリーはいずれかの時点でシンクレアと決別し、ソックを退職したが、エイコーンに正式に参加するのはしばらく経ってからである。後にエイコーンシステム1と解消されたエイコーンマイクロコンピュータは、 ソフィー・ウィルソンの設定である。技術者や研究者向けのシステムだが、非常に低価格であったため、約80ポンド、ホビーストにも受け入れられた。2枚の基板で構成されており、1枚には LED ディスプレイ、キーパッド、カセットインターフェースが装備され、もう1枚に CPU などのコンピュータ本体が実装されいた。ほとんどすべての CPU 信号にユーロカード、 コネクタ経由でアクセス可能であった。次のシステム2ではシステム1の CPU 基板を19インチ 480mm ユーロカードラックに装着可能にしたもので各種拡張機能をオプションで装備可能であった。典型的なシステム2にはキーボードコントローラー、外部キーボード、テキストディスプレイ用インターフェース、カセット OS、 ベーシックインタプリタなどが装備されていた。システム3では、フロッピーディスクがサポートされ、システム4では2台目のドライブを内蔵可能な大きめの筐体となった。システム5は、システム4とほぼ同じだが、MOS6502 の 2MHz 版を使っている。1979年5月、サイエンスオブケンブリッジで、ZX80 の開発が始まった。 これを知ったカリーは一般市場向けの頭プロジェクトを立ち上げた。カリーら設計者はカリーの自宅でマシンの設計を行った。この頃、エイコーンコンピュータが株式会社化され、カリーは完全にエイコーンで働くようになった。カリーは一般市場への参入を望んでいたが、エイコーン内の他の派閥は実験機器市場向けに開発を行っている企業が、 ホームコンピュータのような馬鹿げた製品を扱うことには反対していた。反対派が頭に疑問を差し挟めないようコストを切り詰めるため、カリーは工業デザイナーアレン・ブースロイドにマイクロコンピュータシステムの外部キーボードとしても使えるようなケースの計を依頼した。システム3の中身をそのキーボードに詰め込み、典型的な安価なホームコンピュータ栄光が頭が完成し、 それなりの成功を収めた。ソフトウェア開発のため、社内に独自の LAN を設置していた。これを E-Connect と名付け、アタムにも装備することが決定された。1980年3月、とあるコンピュータショーで8台のアタ o を使い、ファイルを共有したり、別のマシンに表示をしたり、別のマシンからキーボード入力を受け付けたりといったデモが披露された。 アタモがリリースされた後、a コーン内では、アタモの後継となる16ビットプロセッサを自社開発すべきかどうかを議論した。長い議論の末、ハウザーは妥協案として CPU は6502のままで、システとしての拡張性を大幅に強化したプロトンというマシンを提案した。a コーンの技術者らはプロトンこそ正しい選択肢だと考えた。プロトンで提案された。 新機能としてチューブがある。これは追加のプロセッサーを装備できる独自インタフェースであった。これによって大量に販売できる価格の6500にマシンでありながら最新の高価なプロセッサーを拡張として追加可能なマシンとなった。チューブを使うと追加プロセッサーが演算を行い、6500には入出力を受け持つようになる。 チューブは後にエイコーンがプロセッサーを開発する際にも役立った。1980年、BBC は後に BBC コンピューターリテラシープロジェクトと呼ばれるプロジェクトを開始した。プロジェクト開始の一員として、当時イギリスで大きな反響のあったドキュメンタリー番組ザマイテ、マイクロがある。イギリス国立物理学研究所のクリストファー・エバンズは同番組の中で、 マイクロコンピュータ革命が経済、産業、ライフスタイルに重大な影響を与えるだろうと予言し、この番組はイギリスの議会で質問されるほど大きな影響を与えた。結果としてイギリス産業省が BBC のプロジェクトに興味を持ち、同時に BBC 経営陣もマシンの売り上げに興味を持つようにな。BBC エンジニアリングは プロジェクト用のコンピュータの使用策定を命じられた。産業省からの圧力で、イギリス製のシステムを採用することになり、BBC は、ニューベリー・ラボラトリーズのニューブレインを選んだ。ニューベリー・ラボラトリーズは、もともとは、シンクレア・レイディオニックスの一部で、イギリス国家企業庁の管理下にある企業であった。また、クライブ・シンクレアが、仮に開発させたかったのがこのニューブレインであった。 しかし、ニューブレインの開発は、父として進まず、BBC の設定したスケジュールに間に合わないことが明らかとなった。当初1981年秋に番組開始が予定されていたが、1982年春に延期を余儀なくされた。カリート・シンクレアが BBC の計画を知った後、BBC は他の業者にも入札の権利を与えた。BBC は、 エイコーンを訪問し、プロトンのデモを見た。その直後にエイコーンが契約を勝ち取り、1982年初めに、プロトンが BBC マイクロとして発売された。1984年4月、BBC マイクロは、クイーン・ S アワード・フォー・テクナラジーを受賞した。1980年から1982年に、かけてイギリス教育技能賞。 では、マイクロエレクトロニクス教育プログラムを開始し、教育にマイクロコンピュータを導入することとした。1982年から1986年にかけて産業省は各地の学校にコンピュータを導入する補助金をばらまき、BBC マイクロはその際に一番よく購入された。並行して教育技能省はソフトウェアやコンピュータ応用プロジェクトや 教師の訓練などに補助金を与えた。1982年4月、シンクレアは ZX スペクトラムをリリースした。カリーはこれに対抗すべく200ポンドを切るエイコーンエレクトロンの開発を立ち上げた。これは BBC マイクロの連鎖版であり、基本機能のほとんどが共通となるよう回路を集積回路化して低価格化している。 しかし1983年8月にリリースしたもののこのカスタムチップの供給が十分でなかったために十分な台数が出荷できない状態が続き1984年になって別の半導体製造業者と契約してやっと問題を解決した BBC マイクロは非常によく売れエイコーンの利益は1979年にはわずか3000ポンドだったものが 1983年6月には860万ポンドに達した。1983年9月、CPU 社は生産され、エイコーンは、エイコーンコンピュータグループ、エイコーンコンピュータグループ p l c として、非常上昇券市場で扱われるようになり、エイコーンコンピューターズ LTD は、そのマイクロコンピュータ部門となった。最低入札価格120ポンドで、 同グループの時価総額は約1億3500万ポンドとなった。CPU 社の創設者であるハーマン・ハウザーとクリス・カリーは一約億万長者となった。ハウザーの5325万株は約6400万ポンド。カリーの4300万株は約5100万ポンド。頭の時代からエイコーンでは MOS6500 にプロセッサーから どう移行していくかを模索していた。例えば1982年には65,816を使った16ビット機エイコンコミュニケーターをリリースしている。1981年8月12日、IBM PC が登場した。これは BBC マイクロのようなホビースト向けだったが、実際に成功したのはビジネス市場だった。 後継の XT は1983年初めに登場した CP-M を搭載した Z80 ベースのマシンやこれら PC の成功によりビジネス市場が多少効果であっても十分に需要のある市場であることが証明された。したがって A コーンがビジネス市場向けのマシンを開発することは自然の流れだった。A コーンは既存技術を使った ビジネスマシンの開発計画を立てた。すなわち、BBC マイクロのメイン基盤を流用し、チューブ経由で CPM、MSDOS CP、UNIX、ス、ゼニックスが動作する追加プロセッサを実装する方式である。このエイコンビジネスコンピューター、ABC 計画では、BBC マイクロプラットフォーム上で様々な追加プロセッサが動作可能でなければならなかった。 これに対応可能なチューブプロトコルの自装を検討していく中でメインプロセッサとして6500人以上に適当なプロセッサが見つからなかった。例えば MC68000 では割り込み応答時間がかかりすぎて6500人のように容易にチューブの通信プロトコルを扱えなかったのである。n s 万二千十六をメインプロセッサとしたモデルの開発が行われ、後にそれを ケンブリッジワークステーションとしてリリースしたが、メモリ帯域幅が重要であることが、この開発で明らかとなった。8MHz の32016は 4MHz の6 5 0 0に、性能でかなわなかった。さらにリリースの登場によって、エイコーンの技術者らは、ウィンドウシステムを開発する、必要性を認識したが、それは 4MHz 程度の6 5 0にベースの、 システムでは容易ではなかった。エイコーンは新しいアーキテクチャを必要としていた。エイコーンはあらゆるプロセッサを試した。そして自前でプロセッサを設計することを真剣に検討するようになった。エイコーンの技術者らはバークレーのリスクプロジェクトの論文を目にした。そして大学院生がこんな32ビットプロセッサを 作れるなら、エイコーンでも間違いなく作れると確信するに至った。ウィルソンらは、ウェスタンデザインセンターに出張し、CPU 開発にそれほど大規模なリソースは不要で、最先端の開発機器も不要であることを知った。ソフィー・ウィルソンは命令セットを開発し、BBC マイクロ上の BBC ベーシックで、そのプロセッサのシミュレータを書いた。この結果を見て、 方向性が間違っていないことが確認された。それ以上に開発を進めるには、さらなるリソースが必要だった。ウィルソンはハウザーに、ことの次第を説明した。開発続行のお墨付きを得て、ウィルソンのモデルをハードウェアに実装する小規模のチームが結成された。エイコーンディスクマシンプロジェクトが公式にスタートしたのは1983年10月であった。 製造パートナーとしては、すでに、エイコーンに、ロムや、カスタムチップを提供していた、ベルジーテクノロジーがバレた。1985年4月26日、最初のアームチップアーム1が完成した。アーム1はまず、BBC マイクロの追加プロセッサとして利用され、その上で、周辺チップ、ビドック、IOC、マムジーを開発するためのシミュレーションソフトウェアが実行された。 これによって、カナダドルソフトウェアの性能が向上し、ARM2 の開発が早まった。ウィルソンは、BBCBASIC を ARM のアセンブリ言語で書いた。命令セット設計者が書いたため、ARM 上の BBCBASIC は、非常に高度が中密であり、ARM エミュレータの試験に最適だった。ARMCPU の開発は、極秘裏に行われていたため、1985年に、 エイコーンの経営権を握ろうとしていた、オリベッティも買収が完全に決定するまで、その存在を知らされなかった。1992年、エイコーンはアームでもクイーン、S アワード法テクノロジーを受賞した。エイコーンは1984年を頂点として、下り坂となった。この年、ホームコンピュータ市場が崩壊し、その直前に株式公開を果たした。 また、当たりが売却され、アップルが破綻寸前に追い込まれた年でもあり、エイコーームは長年の懸案であった生産能力の問題を解決した年でもあった。エレクトロンは1983年にリリースされたが、カスタムチップの供給問題で1983年のクリスマス商戦に十分な製品を供給できなかった。 宣伝はうまくいったため30万台の注文が入ったが出荷できたのはわずか3万台だった。しかし消費者は出荷を待ってはくれずコモドール64や ZX スペクトラムへと流れていった。フェランティとの契約で出荷数の問題は1984年には改善されたがエイコーンが部品供給業者らと結んだ契約は状況に応じて 生産量を減らせるような柔軟なものではなかった。同年末には、エイコーンは25万台のエレクトロンの在庫を抱えるという事態に陥った。エイコーンは収入の大部分を開発に費やしていた。BBC マスターが開発中であった。ARM プロジェクトも進行中だった。エイコーンビジネスコンピューターは多大な開発費をかけながら、それまでのところ万二千十六ベースのバージョンが、 若干売れただけで、ほとんど利益を生んでいなかった。そしてアメリカ市場進出のための連邦の認可作業は難航していた。すべての拡張機器の試験が必要で、電磁波放射量を減らす必要があったのである。約2000万ドルがアメリカ進出に費やされ、BBC マイクロの NTSC 版はほとんど売れなかった。ただし、1984年の映画、 スーパーガールで学校にあるコンピュータとして BBC マイクロが登場している。1985年2月、債権者が資金の回収を言い出してエイコーンは苦境に陥った。短い交渉の末、カリートハウザーは2月20日にオリベッキとの合意に達した。すなわち、このイタリアのコンピュータ企業がエイコーンの49.3%の株を1200万ポンドで買い取り、 それを過去6ヶ月の1100万ポンドの損失の補填に当てたのである。エイコーンのピーク時の時価総額1億9000万ポンドからすれば1億6500万ポンドの下落である。1985年9月、オリベッティは79%の株を確保し、エイコーンの経営権を握った。BBC マスターが1986年2月にリリースされると、 大きな成功を収めた。1986年から1989年にかけて499ポンドのマシンが約20万台、主にイギリスの学校や大学に売れた。教科版もいくつかリリースされた。マスター512はラムを512基部搭載し、インテル8186プロセッサーを内蔵して MS DOS が動作した。 マスターターボは追加プロセッサとして 65C102 を装備していた。ARM ア,アーキテクチャを使った最初の商用製品は ARM デベロップメントシステムで BBC マスターのチューブ経由の追加プロセッサとしての実装であった。約4000ポンドで ARM プロセッサと3個のサポートチップと 4MIB の RAM、開発ツール群と拡張版 BBC ベーシックが同梱されていた。 アームを使った2番目の製品は、エイコーンアーカミデスというデスクトップコンピュータであり、1987年にリリースされた。アーカミデスは、イギリス、オーストララシア、アイルランドで人気となった。当時としては、極めて強力なマシンだったが、時代はすでに PC、a t 互換機が主流となっていた。エイコーンはラップトップ型のアーカミデスなどもリリースし、1994年には、 ディスック PC をリリースした。ディスック PC には後に 200MHz 以上のストロームプロセッサも搭載された。これらはビジネス用途ではほとんど売れず、教育用や娯楽用として主に売れた。エイコーンの半導体製造パートナーだったは ARM CPU とそのサポートチップの新たな応用を探し求めていた。ハウザーはハンドヘルド機器を開発する会社を立ち上げ、 そこで使うためのスタティック版、プロセッサーアームブニアズが開発された。アップルは全く新しい機器アップルニュートンを開発していた。プロセッサに対しては、電力消費量、コストパフォーマンスなどの様々な要求があり、クロックを任意の時点で停止可能なスタティック性も求められていた。これらの要求のほぼ全てに応えられるプロセッサとしては、 アームしかなかったが、まだ問題があった。例えば、アームにはメモリ管理ユニットが内蔵されておらず、マムシーという外部サポートチップで実現していた。しかしエコーンには、そのような開発をするリソースがなかった。アップルとエコーンは共同でアーム開発を開始し、この開発作業を別会社で行うことが決定された。エイコーンで、 アーム関連の研究開発を行っていた部門を元にしてアーム、アームルテットが1990年11月にスピンオフされた。エイコーンとアップルはアーム社の株をそれぞれ43%ずつ保有し、1996年時点、ベルシーテクノロジーは同社に投資すると同時にアームのライセンスを最初受けた。1994年、 エイコーンの子会社オンラインメディアが創設された。オンラインメディアは、当時のビデオオンデマンド、VOD のブームに乗って設立された会社で、ネットワーク経由で、ビデオコンテンツを選択して視聴する、双方向番組システムの開発を目指していた。1994年9月、オンラインメディアは、アングリアテレビジョン、ケンブリッジケーブル、アドバンストテレコミュニケーションマジュールズ LTD、 アッテムルとともに VOD サービスケンブリッジトライアルを開始した。これは ATM ネットワークによって TV 会社と契約者をつなぎ、デリバリーサービス、ホームショッピング、オンライン教育、オンデマンドのソフトウェアダウンロード、ワールドワイド、ウェブといったサービスを提供する実験的事業だった。ネットワークには光ファイバーと導線ケーブルが使われ、スイッチは ケンブリッジケーブルの既存のネットワーク用に道端に設置されているキャビネット内に置かれた。オリベッティの研究所がこの実験で使われた技術を開発した。ICL のビデオサーバーがサービスを提供し、ハウザーらが創設したアッテムルが ATM スイッチを製造た。実験は2 m b ット s の速度で開始され、後に2 5 m b ット s まで速度を上げた。契約者は オンラインメディア製のセットトップボックスを使用した。実験当初の6ヶ月は10台の VOD 端末が使われ、第2段階で100件の個人宅と8つの格好に対象が拡大され、150台以上の端末が使われた。この実験には、ナショナルウエストミンスター銀行、英国放送協会、郵便局、テスコ、地元の教育委員会などもそれぞれ何らかの形で、 協力している。オンラインメディアは独立採算可能となることが期待されたが VOD のブームが具現化することはなかった。BBC2 の番組ザ・マネープログラムでラリー・エリソンが1995年10月に出演してインタビューを受けた。これを見たオンラインメディアのマルコム・バードはエリソンの言うネットワークコピュータ NC が基本的に エイコーンのセットトップボックスと同じであることに気づいた。オラクルとオリベッティの話し合いの後、バードはエイコーンのセットトップボックスを持ってサンフンシスコに飛んだ。オラクルはすでにサンマイクロシステムズやアップルと NC の開発について交渉中だった。バードのオラクル訪問の後、エリソンがエイコーンを訪れ契約が結ばれた。エイコーンが NC の標準を定義することになったのである。 エリソンは1996年2月に NC を発表するつもりだった。ソフィー・ウィルソンが NC プロジェクトを任され、11月中頃に NC のドラフト仕様が完成した。1996年1月、エイコーンとオラクルの間の正式な契約が発行し、プリント基板の設計が完成して、製造の準備が整った。1996年2月、 エイコーネットワークコンピューティングが設立された。1996年8月、エイコーネットワークコンピューターが発売された。NC が全く新たな市場を創造し、エイコーネットワークコンピューティングがそこで中心的役割を果たすことが期待された。すなわち、自身で NC を販売するだけでなく、他の製造業者からのライセンス料を徴収できると考えられた。 この開発にあたって、二つの重要な製品が生まれた。オペレーティングシステム、ガリレオと新たなストロームジップセット SA1500、SA1501 である。ガリレオは、各プロセスに他のプロセスがどうであろうと、必要なリソース、CPU やメモリを与え、一種のクオリティオブサービスを保証することができ。SA5100 は、高いクロック周波数で動作する。 メディア思考のコプロセッサー、アタッシュドメディアプロセッサー、AMP を持つ。SA5100 は、ガリレオの最初のリリースのターゲットであった。エイコーンは、子会社エイコーンディスクテクノロジーズ、アートを設立した。アートは、ガリレオや、他のソフトウェア、ARM を使ったハードウェア技術の開発を行う、会社である。セットトップボックスは期待したほど売れず、ネットワークコンピュータも、 ほとんど売れなかった。これらは普通のコンピュータより低価格であることが強みだったが、パーソナルコンピュータの急激な低価格化でその利点も無意味となった。また、家庭への回線の帯域幅もどんどん拡大していった。1996年から1998年にかけて、オリベッティはエイコーングループを手放し、一連の取引で5400万ポンドを得た。 エイコーンはリストラを開始し、子会社を吸収して、部門とした。エイコーンディスクテクノロジーズは、ワークステーション部門となったが1998年末には、廃止され、エイコーンは、デスクトップコンピュータや、セットトップボックスの製造を止めた。その頃は新たなマシンフィービー、または、ディスック PC2 が、ほぼ完成していたが、販売されることなく終わった。製造のために、 確保されていた筐体は安く売られた。アーム社は順調で、1998年には株式公開、IPO を果たした。1999年1月、エイコーンコンピュータは名称をエレメント1 4 l t d とし、チップとソフトウェアの IP 開発企業、特にデジタルテレビ市場に注力する企業となった。この頃、 エイコーングループの時価総額はアームの時価総額の24%程度になっていた。そのため株主からエイコーンの保有するアーム株を売却させようとする、そうして得られた金を配当に回せる圧力が働いた。またアーム側もこの状況に対して動こうとした。エイコーンのような脆弱な企業がアーム社の株の多くを保有していることは危険だからである。 1999年6月1日、モーガン・スタンレディー・ウィッター・インベストマンツ・リミテッド、MSDW が、エイコーン・コンピュータ・グループを買収した。これによって、エイコーン・グループは上場廃止となり、同社が保有していたアーム株は、エイコーンの株主に分配された。セットトップボックス部門は、MSDW によって、ペースマイクロテクノロジーに20万ポンドで売却され、 ペースは1999年7月26日にリスク OS の権利を得た。スタンボーランドを中心としたエイコーン経営陣は MSDW からエレメント14部門を150万ポンドで買い戻した。その後エレメント14はいくつかのベンチャーキャピタルから825万ポンドを集め運営が続けられた。同社はアルカテルの DSL 技術者を ヘッドハンティングすることに成功した。その後、エレメント14は、ブロードコムによって2000年11月に3億6600万ポンドで、買収された。2006年、エイコーンの商標権は、フランスの企業アリスティード &CO アンティケアデンマークスから、ノッティンガムの新たなエイコーンコンピュータに、ライセンス供与された。同社は、Windows ベースのコンピュータ企業であって、 元のエイコーンコンピュータとは無関係である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。